発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーの和樹です。本日はお医者さんに発達障害は才能じゃないよと言われてしまったらどうすべきなのかということについてお話しいたします。僕らアスペルガーや ASD、ADHD、学習障害なんかを持っていますと、とにかく人生困ることたくさんありますから、人生を変えよう、前向きにね、幸せになろうと思って勉強される方いらっしゃいますよね。その中で僕の動画を見て、あ、なるほど、発達障害は才能なんだ、これからその長所ってのを伸ばしていって人生変えていこうなんてことも思われる方もいらっしゃるじゃないですか。ただそれをお医者さんに言ったら、いや、発達障害別に才能じゃないよみたいな、とりあえずお薬出すんで、なんとかね、改善していきましょうねみたいなことを言われてしまってへこむみたいな、ああ結局自分は才能ないんだなと、一生このままなんだななんてね、落ち込まれる方も結構いらっしゃるんですね。まあね、というお医者さんを言われる方に限ってね、いや自分も発達障害の傾向があってとか、いや医者として成功してるやんみたいなね、思うんですけども、まあそれは置いといて、結構冷たいことというか残酷なことを突きつけられることもあるわけじゃないですか。じゃ あ実際この発達障害は才能じゃないというのは正しいのかどうなのかということですね、本日は詳しくお話ししていきます。このままだとね、生活保護まっしぐらなんだよと、人生なんとか変えていいんだよという方がちゃんと一歩ずつ前向きにね、変えていけるきっかけになりますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、発達は才能じゃないです。これ結論から言っちゃうと、正しい面もあるし間違ってる部分もあるんです。つまり0100じゃないんですね。だからこそ、じゃあそれぞれどういう面があるのか、どういうことがポイントなのかということをお話ししていきます。これまず正しい面については、確かにお医者さんが言うように、全ての人が成功できるわけではないってことはあります、ね、発達障害は才能なんだ、だからこそね、それを使って成功していこうって頑張ることは重要、でも成功できるかどうかっていうのは難しい部分ではありますよね。もちろん成功の定義っていうのは人それぞれですから、大金持ちになるということが成功と考えている方は、全ての人が大金持ちになるというのは難しいですから、それを成功の定義に置いたのであれば、この発達障害というのは才能ではないかもしれませんね。また具体的に言うのであれば、金融資産1億以上っていうのをね、成功というのであれば、それって結構ハードルとしてはちょっと高いですよね。ただですね、ちょっと一つだけ僕が反論するのであれば、別に大成功をしたりとか天才になる必要ってのはないですよね。そもそも成功の定義、人それぞれであって、月収20万で定年まで働いて退職金もらって、それなりに稼いでいくっていうのも、それは一つの成功ですし、普通に収入低いから副業でプラス5万円ね、稼げるようになって生活に余裕が出ましたっていうのも、それも成功ですよね。そしてこれぐらいだったら、ぶっちゃけちゃんと努力すれば誰でもできます。もちろん発達障害の特性というのが足を引っ張って難しいことってのもあるんですが、自分だけで頑張らずに人の力も借りてちゃんと学びながら前に進んでいけば結構簡単なことだったりします。じゃあそれが実際なんで難しいのかっていうのは後ほどお話ししますけども、確かに成功と才能というのがイコールになって、成功の定義をあまりにも高く置いてしまうと発達障害っていうのは才能ではありません。ただ違うこととして何なのかっていうと、先ほど言ったように誰にでもチャンスがあるということなんですね。発達障害というのはそもそも能力の凹凸があるということですよと、得意なことがあれば不得意なこともあると、だからこそこの得意を伸ばしていけばいくらでも人生変えていくことができます。例えばやたらと駅名覚える人とかいません？よく発達障害のイベントとかをやってるんですけども、ここに参加される方で駅名言ったらそれがどこの県にあるのかっていうのをね、全部言えるみたいな人がいらっしゃったりとか、ゲームだったら12時間ぐらいずっと休憩なしで集中できちゃうんですよねみたいな方とかいらっしゃるわけですよ。これって普通にすごすぎますよね。才能ですよね。そして多くの人はこれをマネタイズ、つまりお金に換える方法というのを知らないだけであって、知識やその生かし方っていうのを分かってしまえば、才能として豊かに暮らしていけることっていうのができていけるわけです。そう、このね、マネタイズってのがポイントなんですよ。適切な環境とか指導者っていうものが必要でして、それさえあればちゃんと僕ら発達障害を持っていてもコツコツ頑張ることができるんですけども、
まあ、ただお医者さんとかね、まあ、一般的なカウンセラーの方っていうのはなかなかそれができないですし、まあ、知らないから選択肢として提案すること難しいですよね。だって知らないものって提案できませんから、まあ、もちろんお医者さんとかだったらね、頭いい方が多いので副業とかってことは知ってるでしょうけども、じゃあそのお医者さんが副業やってるかどうかは別ですし、副業じゃなくても本業だけでご飯食べていけてるので、やり方なんて説明できないですよね、聞いても。なおかつお医者さんって保険の制度の関係上、長くお話をゆっくり聞くことってのがなかなか難しかったりするんですね。まあ、5分10分ぐらいでブツって切られて、はいじゃあね、薬出しときますって終わってしまうみたいな。だからこそちゃんと妥協点ってことを見つけて、自分が何が正しいのか、どうしていくべきなのかってことを考えていく必要があるわけです。そう、つまり発達障害というのは才能の部分もあるし、才能じゃない部分もあるというわけです。いや、そんなさ、白か黒かさ、イエスかノーか、ちゃんと答え出してくれよって思うかもしれませんが、まあ、人生というか世の中ってそんなね、 100% 何かってないですよね。医学だってそうじゃないですか。健康診断とかでも平均がいいと言われてはいるけれども、もう体質的に平均から飛び抜けてる人だっていますよね。例えば僕だったらクレアチニンとか尿タンパクがなんかすごい異常な数値出るんですよ。だからなんか腎臓おかしいですみたいなことを健康診断とかで言われるんですけども、ちゃんと精密検査すると別に異常はないみたいなね。薬だって作用としてはまあ基本的にね同じですけども、どう体に出てくるかっていうのは人それぞれじゃないですか。だからこそ将来のこととか発達障害の特性上どうしていくべきかっていうのは結局人それぞれであって、確実的な答えなんてのはないわけです。実際僕は発達障害の方の、まあ、カウンセリングっていうのをさせていただきまして、で副業のサポートとかね、自営業でどうやって食べていくのかなんてことをお話しさせていただいてるんですけれども、お医者さんとかカウンセラーからもうボロクソ言われたんですよっていう人がちゃんとね、その人の才能を見つけ伸ばしていったら30万ぐらいポンって稼ぎましたって方もいらっしゃるんですね。お医者さんの言ってることは基本的に正しいです。ただそれが全てではないので、ちゃんと自分で考え選択していく必要があるわけです。もちろん僕の言ってることも全てじゃないですよ。お医者さんになんか和樹とかいうカウンセラーが医者が全てじゃないって言ってたんですけど、チクないでくださいね。そういうことを言ってるわけじゃないですから、それは切り抜きがひどいです。繰り返しになりますが、結局発達障害が才能だろうが才能じゃなかろうとどっちでもいいです。あなたがどうしたいか、あなたが今後どういうことをしていきたくて、どういう人生を歩みたいのか、どうしたら人生後悔しないのかというのを考えて、できるところから一歩ずつやってほしいんです。うまくいかないかもしれない、失敗するかもしれない、だから怖くて動けない、それもまた一つの選択かもしれません。何もせずにモヤモヤとしたまま人生を送るのも人生です。ただ、まあ、この動画見てる方というのは意識が高い方多いですし、皆さん前向きで一生懸命なので、ぜひ後悔のない人生というのを歩んでいってください。ただなーつって、お医者さんにもなんかお世話になってるからさ、あんまいろいろ言われてないことできないし、すぐ怒られちゃうんですよねみたいなことを言われる方もいらっしゃるかと思います。なのでここからは病院の使い方についてそもそもお話しさせていただければなと思います。これ病院というのはあくまであなたの人生を良くするために使うものなんですね。言いなりになって自分の希望とか可能性ってのを閉じていたら、まあ、もったいないじゃないですか。確かにお医者さんってすごいです。簡単になれるものではないので。ただあくまで先生というのは医学の専門家であって、あなたより偉いとか権力があるというわけではありませんので、うまく付き合っていく必要があります。じゃあクリニックの役割って何だろうっていうと、まず一つ目が診断書をもらうってことです。例えば発達障害とかうつとか、まあ、不調になった際に診断書が欲しいとか、まあ、障害や病気として確定してほしいという時はお医者さんの診断が必要になります。いや自分発達障害っぽいんですよねっていう上司に相談して、なんか病院行ったのかって言ったら、いやネットのチェックリストにすごく当てはまってたんですよって言われても、お前何言ってんだって話じゃないですか。お医者さんに発達障害って診断されてたんですって言われて、それ初めて発達障害ですよね。でなぜこれが必要かっていうと、障害者雇用とか障害年金とか給食っていう際にどうしてもお医者さんのといった診断というのが必要になってきますので、そういう時はぜひお医者さんを使ってあげてください。いや別になんか給食とかするつもりもないし、障害者雇用とかっていうのはやるつもりないんですよねというのであれば、まあ、正直な話、診断はできないけども検査だけできるよみたいなクリニックも結構ありますので調べてみてください。そして2つ目が薬を出してもらうってことですね。これもお医者さんしかできないです。いやちょっとなんか発達障害っぽいんだよなと、 ADHD の薬もらいに行こうって言ってね、薬局行ってももらえないのでちゃんと診断っていうのをもらいながらも処方箋出してもらってください、お医者さんにね。
他にも、うつであるとか、統合失調症とかね、いろんなメンタルの病気なんかに関して、やっぱり有効なお薬っていうのはありますので、そこはね、もうぜひお医者さんと相談して、自分には何が合うのかと、逆に前回もらったお薬が合わなかったから変えてくれよみたいなね、相談っていうのは、どんどんしていってください。ただ、逆に、お薬とか別に飲みたくないんですよね、って思われる方もいらっしゃるじゃないですか。実際僕もそうだったんですけども、ね、診断別にされたい、されて何かしたいわけでもないですし、とりあえず話を聞いてほしい、なんていう場合は、お医者さんとかじゃなくて、クリニックとかカウンセラーなんかを頼ってみてください。結構ね、本当に精神科とか心療内科とかって、初診で結構待つんですよ。1ヶ月ぐらい待つこともありますので、お力になるようであれば、僕が対応させていただきますし、決して僕ではなくてもいいので、発達障害に詳しいカウンセラーというのがお近くにいましたら、ぜひそちら問い合わせてみてください。そして病院の使い方、最後3つ目というのが、アドバイスをもらうということです。つまり、医学的な知識をもとに、これから先どうしていけばいいのか、というのを、ある程度聞けるということですね。さっきね、お医者さんが全てじゃないよと言いなりになる必要ないんだよなんてお話をしましたけども、全く知識のない友達とかにアドバイスをもらうよりは、ある程度知識を持った人の方がいいことである確率の方が高いことは確かです。発達障害で悩んでいて、これからどうしようって悩んでる時にね、ひろゆきおじさんとかにですね、スパチャして聞いてみたら、生活保護とかいいんじゃないですかねって、物も物なりにやった方がいいですよとか言ってね、黄色いパーカー着たね、おじさんに答えられて、あ、やっぱり自分はダメなのか、みたいな、落ち込んでしまうみたいな、もう絶望しかないのに、そんな。めっちゃ後ろ向きなので、やっぱりちゃんと聞く人っていうのは選んだ方がいいわけですね。もちろん、お医者さんの中には、年齢がね、上がれば上がるほど、その人の中の常識というのが回答になりますから、副業とかっていうことを勧められることないかもしれませんし、薬飲みながら紹介した雇用がいいんじゃないってね、無難かつベターではあるけど、皆さんの中で納得しないようなね、回答ってのをもらうなんてこともあるかとは思いますので、あくまでね、医学的なことってのを聞くようにしていただければと思います。以上ですね。発達障害は才能なのか才能じゃないのかということに関しまして、どちらもあるよと。成功の定義上に置きすぎちゃうと、ね、いつまでやっても成功なんてのはできないけれども、結局大金持ちにならなくても成功なんてのはできますし、ついつい僕らはお医者さんの言いなりになっちゃうけど、それが全てじゃないよということを認識しておいてください。とはいえ、結局どうしたらいいのって思いますよね。僕らってついつい白か黒かって答えを求めちゃうじゃないですか。どうしたらいいの、答えくださいみたいなね。自分で考えろなんて言われちゃうとね、わからんみたいなね。だからその答えを求めてね、旅出ましたみたいなことも僕も20代の頃ありましたけども、じゃあ発達障害を持った方がどうやって具体的に人生を前向きに変えていけるのかということを、公式 LINE の方で具体的に詳しくお話ししていきます。ただ、せっかくここまで見てくださった方のために一つだけポイントをお話しさせていただきます。これまず前提として一番大事なのはメンタルの安定です。結局何か頑張ろうと思っても、自分にはダメなんじゃないかなって落ち込んでしまったりとか、なんかモチベーション上がんないななんて、こうメンタルの上がり下がりなんてのをしてしまいますと、やっぱり頑張るものも頑張れないですよね。で、メンタルの安定に大事なことってめちゃくちゃいっぱいあるんですね。以前こういった動画出させていただきました、ね、栄養だとか運動だとか睡眠大事ですよなんてのをお話しさせていただいたので、動画説明欄に貼っておきますし、こちらの動画見てほしいんですけども、今回はプラスアルファで大事なポイントっていうのをお話していきます。それは人とのつながりです。はい、本当大事です。僕らすごい苦手なんですけどね、はい、傷つくこととかめちゃくちゃありますからね。ある程度お仕事とかもうまくいって、コミュニケーションとか心理とかってのを学んだ僕でも結構いろいろあります。うわマジかみたいなことあります。でもやっぱり人とのつながりってすごく大事なんですね。そもそも人間というのは、ね、ウホホを言っていた時代からやっぱ個ではなく集団で生きてきた生き物なので、本能的に人とのつながりを求めるんですよ。そしてそれがないとやっぱり心ってのがすさんでいってしまいます。別に100人友達を作りましょうねとか、ベタベタ誰かとくっつかなければいけないというわけではありません。たまの休みにちょっと軽くね、30分とか1時間お茶するぐらいの友達がいれば、もうそれだけ結構十分だったりします。もう毎月とか毎週飲みに行くとか、僕ちょっとまだ理解できないですもん。ちょっと軽く絡める、でもある程度こう自分の好きなこととかってのを話せる人が1人とか2人いると、それだけで人生というのは大きく変わっていきます。いや、それができたら苦労しねえよって方もいらっしゃると思いますんで、こちら毎月発達障害の方のね、交流イベントをやっておりますので、ぜひ参加してみてください。東京はもちろんのこと、今年は北海道から沖縄まで全国でやりますので、ぜひ公式 LINE のね、こちらのイベント情報からチェックしてみてください。そしてじゃあ具体的に、仕事困ってるんですよ、お金稼ぎたいんですよ、どうしたら人生変わるんですかというのは公式 LINE にてお話しさせていただきます。
僕の動画説明欄にある公式 LINE 登録していただきまして、今回のキーワード人生というのを入れていただきますと、続きの動画を見ることができます。本当に前向きに変えていきたいんだ、具体的に変えたいんだという方だけぜひ見てください。いや、その動画見るのめんどくせえなって行動できない方は、自分の人生変えるための行動やるのもちょっと正直難しいです。結局積み重ねでしか変わっていけないんですね。ただ大丈夫、あなたってのは確実にちゃんと幸せになることができますし、前向きに進んでいくことができるんですね。難しいこといっぱいあるかと思いますが、共に幸せになっていきましょう。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらに多くの人がこの動画を見て幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。発達障害はね、才能じゃないなんて言われてしまいますと、まあ、へこみますよね。もう頑張る気力失っちゃいます。なんでお医者さんがそんなこと言うみたいなね。いや、確かにみんなが成功できないってわかるけどさみたいなせめて背中を押してよって、まあ僕だったら思うんですけども、まあいろんな方がいらっしゃいますからね。自分は自分、その人はその人の意見として前に進んでいきましょう。あなたの幸せ、これより応援しております。以上、和樹でした。